こんにちは、サンロードの花園です。ほんと最近めっちゃ暑いですよね。まだ5月っていうのになんでこんな暑いんだろうとも感じですけども、暑いってやっぱり冷たいものを食べたくなりますよね。本日はですね、冷たくてまたさっぱりお召し上がりいただける商品ご紹介しようと思います。本日ご紹介する商品はこちらになります。マルキン食品懐石風元気とろ刺しのですね、青のり風味と柚子かひ入りのこちらの2つです。暑くなってまいりますとやっぱりですね、冷たくてもさっぱりお召し上がりいただける刺身こんにゃく食べたくなっちゃいますよね。マルキン食品さんにですね、こちら刺身こんにゃくで作るヘルシーサラダご準備していただきました。もう見た目的にも暑い時に食べたくなるようなサラダですよね。それでは早速ドレッシングをかけて試食してみようと思います。今回は青じそドレッシングをかけて試食してみます。まずはですね、こちらの青のり風味ちょっと試食してみようと思います。いただきます。このとろりとした食感とですね、また青のりの風味が口の中にわーって広がりまして、もビールが飲みたくなっちゃいますね。続きましてこちら柚子かひ入り試食してみようと思います。いただきます。柚子のかひが入っておりますね。もう噛んだ瞬間ですね、柚子の香りがふわっと口の中で爆発するように広がりまして、この柚子の風味がほんどうも食欲をそそりますよ。サラダなんでですね、もうとろ刺しとあと野菜一緒に食べてみようと思います。いただきます。野菜のあのシャキシャキとした食感とですね、またこちらのとろ刺しのあのとろんとした食感のですね、この2種類の違った食感がですね、口の中で混ざり合いまして、ちょっと面白い感覚ですね。サラダにとろ刺しとっても合いますよ。暑くなってまいりますとどうしても食欲落ちてしまいますよね。そういう時にこちらマルキン食品の懐石風とろ刺しを使ったサラダいかがでしょうか。とろ刺しのとろっとした食感と野菜のシャキシャキとした食感、この2つの食感がですね相まって、もうなんというかですね、面白い食感を生み出しまして、またその食感がですね食欲をそそりますよ。ご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければグッドボタン、あとチャンネル登録お願いいたします。またですね、こちらの動画もよろしければご覧いただければと思います。コメントもですね、お待ちいたしておりますので、もうどしどしコメントをしていただければと思います。それでは、だんだんなー。